紅茶キノコ紅茶キノコは東モンゴル県産で、後にシベリアでよく飲まれるようになった発酵飲料。紅茶もしくは緑茶に砂糖を加え、そこにバ地で栽培されたキノコにも見えるゲル状の塊を12日から14日ほど漬け込むことで発酵させる。日本では昭和40年代末から50年代初頭にかけて健康食品としてブームとなり流行した。 家庭で栽培できたことから株分けにより口コミ的にも広まったがブームは紅茶機の古健康法の発行によるところが大きい。欧米やオーストラリアでは昆布茶と呼び健康飲料として売られている。マンゴー味、ストロベリー味、ローズヒップ味といった欧米向けに加工されているものもある。日本でも SNS などを通じて関心を集め逆輸入の形で 平成26年から28年頃にかけて販売が拡大した。昆布茶の名称は、その後も日本国内で製造されている紅茶キノコ飲料にも使われている。紅茶キノコは昆布茶とも呼ばれる。これは日本語の昆布茶と似た名前だが、紅茶キノコと昆布茶は全く別のものである。ザ・アメリカンヘリテッジ、ディクショナリー・オブ・ザ・イングリッシュ・ランゲージは、英語話者が ゼラチン状の培地を海藻と誤解し、昆布茶と混同したものと推測している。英語では昆布茶。日本では1975年初頭からブームとなったが、漢方薬的効果を期待して飲んだ人の間で、様々な生理的異常が生じたとされ、安全性が心配され、有効性に疑念が持たれた。1977年に、東京都立衛生研究所の研究者らが、 都内の愛飲家から分けてもらった紅茶キノコについての調査では紅茶キノコを構成する微生物に病原性は認められなかった。強制細菌を多く含んだ発酵飲料として位置づけられる。家で培養したものは酸性度が高くなりすぎることがあり飲んだ人が死亡に至る危険性もあり得るとして一部の専門家は注意を呼びかけている。実際は 三膜製作産菌のコロニーが形成したセルロースゲルであり、真のキノコのような真菌の小実体ではない。酵母のキシゴ作家ロミシズ SP と作産菌のアセートバクターキシレナムが主菌症であったことが報告されている。製品評価技術基盤機構は紅茶キノコから分離した最近米ガテバクターハンセニーの セルロースマック酸性性能がどの程度かを調べ他のグルコーナシトバクター属細菌と比較した。ありがとうございます。